今日は2017年4月5日9時55分ですね。で、朝日新聞の一面には天下り農水 OB 受注調整課というんですな、農林水産省東北農政局が発注した東日本大震災事業などの入札で談合をしていた疑いがあるとして、公正取引委員会はゼネコン18社の立ち入り検査を行ったとですね、農水省からゼネコンに天下りした OB が中心となり、事前に受注を調整していた疑いがある。この間は文科省の役人が天下りしてるという話でしたけども、今度は農水省ですね、農林水産省。役人が企業とつるんでるということは私はいつも言っていて、そのために一般の人たちが働いても楽にならない社会的な状況というのがずっと続いている。金持ち、大企業は金を持っているという理由だけで金持ちになるように、資産を持っているものは資産を持っているという理由だけで豊かであり続けるんだけれども、貧乏人は一生懸命働いて身を粉にして働いて過労で死んでしまう状況になるまで働いても楽にならないという状況がずっと続いている。その原因は政治家や官僚が大企業にとって都合のよい政治を行っているからなんだ。そして社会正義というものが今なくなってしまっている。その理由というのはこういう権力者たち、大企業の中、大企業が職場の中で差別やいじめを行う、それが社会的に糾弾されることはめったにない。そして談合とか贈賄とかずるいことをやっても、結局一応取り締まりをやってることになっているけれども、厳しく取り締まられないで、それが当たり前になっている。結局この記事もですよ、談合というのは本来犯罪なんですよね。刑法とそれから独占禁止法、それぞれに談合についての規定があって、懲役2年罰金が何百万円か、それが確か刑法でした。そして独占禁止法の方は懲役5年ですよ。懲役5年でこれも罰金が何百万かっていう、ちゃんとした談合をすれば刑務所に入れられる重い罪であるにもかかわらずですよ、これが当たり前に行われていて、あろうことかお役人がそれに関わっている。OB というのは元お役人なんだけども、その元 OB のお役人が自分のいたお役所に連絡を取ってですよ、情報を得て、そして今度は自分がいるところの会社がこの公共事業を取るからということで、仲間内ですよな、談合のやってる仲間内に連絡をして、そしてそこがその事業を取る。で、入札する金額も高い金額で工事を引き受けて儲けを売るという構造ですよ。だからずるいんですよね。不当にその天下り先の企業が儲かるということを繰り返して、そしてお役人たちはそういうずるい行動を取り締まるどころか、それが大前提として、前提としてあるような社会構造というのが今成り立ってきているわけですよね。この間も沖電機が絡んだ談合、消防の関係の無線工事でしたっけか、東芝とかNEC とかそういうでっかいところはずっとつるんで、
日本中のところで談合をやっているということが明らかになって、公正取引委員会は課徴金を何億円だが沖電機に貸しましたけども、それをいつもやるとは限らないんですね。公正取引委員会も常に目を光らせていて、談合があるということが分かったらそれを常に厳しく取り締まるっていうんじゃなくて、何か思い出したように選択的に企業がやってる談合を取り締まる、これも非常になんか理不尽な仕組みですよね。非常に明快な民主主義、法治国家のありようではない。警察もそうですよ。私は談合で捕まった人が刑務所に入れられたって話聞いたこともないし、ニュースで見たこともないし、沖電機の中の談合に関わった連中、湯布院談合も今回の談合も捕まったって話聞いたことがないね。捕まえないんだよね。本当は刑務所に2年なり5年なり入れるっていう法律があるにもかかわらず、そういうものをやらない。本当にこの談合というものを見るとですよ、日本の社会の構造というものが法治国家とは言いながら、権力者たち、すなわち企業と政治家と役人が自分たちの利益を上手に回すように、お互いの力を牽制し合ったり利用し合ったりして、ずるいことをやっている。上手にずるいことをやったものは儲ける、儲かる、まあ、そういう仕組みというのが見えますよね。今回も結局ゼネコンに農林水産省から天下りしている人間がいて、それらが連絡を取り合って、なんか東北地方には特にそのゼネコン に天下りした連中が中心になって組織を作ってるんだね。そういう組織がもう公然とですよ、こういう、談合を仕切って、そしてそれを 農林水産省は知らないわけじゃなくて、知っててそれに情報を提供したり、その OB から今回はどこどこが取るからというふうに連絡受けても、それをそんなことやっちゃいけませんよと言うんじゃなくてですよ、それを認める形で談合を許し続けているというね。で、時々公正取引委員会が思い出したようにそれを取り締まる、まあ変な構造ですわね。しかしこういうことをね、やっぱりずるいことはずるい、悪いことは悪いという明確にしてですよ、社会でそれをきちんと追及しなきゃいけないですよ。まず天下りっていうのもやっちゃいけないということに決めなきゃいけないですよね。何のために天下りをするかというと、まあ、企業の側から言えばですよ、何のために天下りを認めるかというと、自分たちのところに天下りを迎え入れるかというと、結局自分たちが得するためですよね。そういう談合をやったりするときに口を聞いてもらえる。この新聞によると、こういう天下りのいないところの企業というのは、そこの入札から弾かれちゃうんですよね。もうこんなことはあっちゃいけないんだけど、これが現実に起きてるわけでさ。繰り返し言いますけども、こういう理不尽なことを社会全体が許してしまっている。これが私は諸悪の根源だって言い続けてるわけです。ずるいことをやっちゃいけない、悪いことをやっちゃいけない、弱い者いじめをしちゃいけない。それが全部これチャラですよね。全部それらを否定した行動ですよ、この。お役人と企業がやってること、そしてそれをほったらかしている政治家。だから、子どもたちのいじめの自殺はなくならない。ずるいことをやっちゃいけない、悪いことをやっちゃいけない、そういうものを全部否定した生き方というものを親が手本を示し続けているんだ。この談合の問題もそういう目で見なきゃいけないと思います。
them blue for me and you. I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright breast, the dark sacred night. I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do? Do you really say I love you? I hear babies cry. I want them grow to run much more than I ever know. I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think myself, what a wonderful world. 緑の木々も燃え立つからも、君や僕に微笑みかける、しみじみ思う。What a wonderful world. 青い空に白い雲、眩しい日差しに静かな夜、しみじみ思う。 What a wonderful world.光は空に輝き、みんなの瞳も輝いている。友と手を取り呼びかけている、世界の仲間へ。 I love you。 赤ちゃんが泣いている。大きく育て、たくさん学んで、私を超えて、しみじみ思う。What a wonderful world。 そんな世界にみんなでしようよ。ということで今日はこれぐらいしておきます。